はい。2022年、皆様いかがお過ごしになられたでしょうか。はい。私は相も変わらずゲームしてますけど。はい。ということで、今年1年、まあ、振り返ってみようかななんて思います。はい。2022年の私ですね。動画編集するのがめんどくせえから、そうだ、パネルに起こしてやろうって思ったんだけど、こっちの方がめんどくさい。こっちの方が時間食ったわ。まあ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 。で、あと集計日の関係で、29日までのデータとなってますので、そことご了承ください。はい、行きましょう。今年1年の私のチャンネル登録者数の変化、55人の方に登録していただきましたと。まあ、活動のやり方がね、なんかこう、なんていうの？早く花咲かせるタイプのやり方じゃないから、もうなんか遅咲きって言うとあれだけど、自分でね、言うのもあれだけど、ちょっとまあ時間かけてゆっくりやっていくタイプの人だから、ね、動画も1個のゲームで70パートとかさ、やってるから、20パート平気で超えたりしてるし。だからね、まあまあ、これは上々なんじゃないか。50人いけばいいと思ってたし、はっきり言ってね。うん。50人いったら、まあ、ハッピーなんじゃないとは思ってたから、別にそこは達成してよかったっすね。なんか、あんまりさ、こう公言する人でもないから、例えば来年、何万人行きますとかいう YouTuber の方いるじゃないですか。ね、某5人組グループの、コムドットさんとか言ったわ。みたいな感じでね、そのなんか、400万人行きますみたいな、そういうタイプをする人じゃないので、別にその人らが悪いとか言うつもりじゃないけどね。うん、そういう人らじゃないんで、まあ、まあなんか、ここはいいかなと思ってますね、はい。で、今年最も再生された動画が、動画だとファイナルファンタジー7のパート23と、ショートだとファイナルファンタジー7パート23のショートだな。だからここはもうあれかな、多分ショートが伸びてそっから流れた人が動画見てくれたって感じだから、動画がなんか伸びたとかそういう感じじゃないかな、多分。うん。ショートのおかげですね。はい。次行きましょう。今年投稿した動画の本数と、動画が236本で、ショートが213本と。まあ別にここに関してはね、多ければいいとか少ないとダメとかそういうのはないけど、まあ毎日投稿してたしこんぐらいなんじゃないですか、普通にね。始めたのは5月とか6月とかでしょ、多分俺が動画始めたの。はい。で、今年した長編実況と、長編実況、まあだからパート15超えるぐらいのやつらですね。はい。長編実況と、こういう多分あれなんだと思う、 YouTube ノウハウを語る YouTuber たちはこういうことしたらダメっていうのがこれだと思うよ、まさに。そのなんていうの、めちゃくちゃ長いゲームの動画とかを上げるのは良くない、単発で上げろ、単発でって、そっちの方が再生数が回って登録者が増えてウハウハの生活ができるんだとか思うじゃねえってか、言われてる方は多分こうだと思うわ。これが一番やっちゃダメな形だと思うけど、俺はこれが好きなんでこれやります。逆転裁判、いや、おもろかった。逆裁はおもろかったわ、普通に。このパート20ぐらいやったのかな、短い方なんだけど、長編の中ではまだ完結してないっていうのが正直あるんですけどね、ここは。うん。クリアしてないんですよ、まだ。エクストラステージみたいなのが出て途中でやめちゃったんだけど。まあ今年中にやろうかななんて思ってるんで。はい、まあまあ、あれだったら見てください、これもね。ドラクエ11と。おもろかったね。これはなんか企画というか、結構な前準備して300時間ぐらいかけてね、レベル上げとか、ステータスカンストまでやって、そっから動画撮り始めて。もう、なんだろうね、これ結構楽しかったんで。普通に70パートいっちゃったっていうのはあるんだけど、だからあれだよね、レベル上げちゃんとして、ちゃんとボス戦やられてる方とかはあれなんじゃない、100とか超えるんじゃないの、ドラクエ11。わあ、なんか いい意味で実況者殺しではあるよね。うん、いいと思う。ゲームとしては本当に面白かったし、天下のドラクエなんでね。俺これあれだな、なんか何、ドラクエ始めてみたいんだけどとか、なんかおもろい、結構長い時間遊ぶ時間ができたから、できるゲームないとか言われたら、俺これおすすめしちゃうかもな。ね。いや、ほんとそれぐらい面白かったですね。てか、ドラクエはいいね、やっぱり。親切だわ、いろいろ。俺だって、あれじゃない、ストーリーがすごいさ、途中からでも思い出しやすいのよ。例えば1週間仕事して、土日にやりますみたいな人でも、なんかできるような設計にされてるのがよかったわ。ゲームを開始して、ロードした時に、ローが出てきて、ポンペンポンつって、
なんとかした勇者ご一行はアーダコーダでアーダコーダに向かうことにした。ちゃんと説明してくれるのが、あ、なんかやっぱり親切なんだな、ドラクエって思いながら。いやー、あれですね、このそこの界隈でずっと、まあ王者ではない、王者なのかは知らないけど、やっぱこうトップランナーなのはそういうところがあるのかな、なんていうのも若干学びましたね。はい、やっぱ親切心って大事だなとも思いました。はい、次ですね、ファイナルファンタジー7と、これはね、なんだろう、何なんだろうな、人生初ファイナルファンタジーだったのよ。今まで、まあ俺はファイナルファンタジーやったことなくてさ、7初めてやりますって感じでやったんだけど、いやー、なんかこう俺の中でファイナルファンタジーってものに対してすんごい敷居高いもんだと思ってたから、なんて言うんだろうね、大人がやるゲームというか、あれだぜ、カタカナの大人だぜがやるゲームというかね、ちょっとおしゃれですごく頭を使って難しいストーリーを、難しい戦闘、難しいストーリー、難しいアクションをこなすみたいなだと思ったんだけど、意外とそんなことなくて、ストーリーは普通に難かったんだけどね、戦闘もなかなか難かったけど、まあなんかいい塩梅だったなと思いますね。ギリギリプレイヤーを離さない、かつこのゲーム性がすごいいいんだよ、マテリアっていうさ。これもだって俺めちゃくちゃプレイしたもんな。俺多分あれじゃない、これも200時間ぐらいやったんちゃう。うん、逆祭はなんか動画撮っただけだからそんな時間やってないんだけど、ドラクエとかファイナルファンタジーとか、ドラクエで多分だって400やってるし、あの準備込み動画込みでね、ファイナルファンタジーも200ぐらいやってんじゃないかな。うん、まあどっちもスイッチでやったんだけどね、あの買えるんで、若い子とかマジでやってほしいな、これ名作と言われるゆえんがわかると思うよ、本当に。うん。あ、で次、龍が如くゼロ。これ、プレステで一番やりましたね。プレステってさ、毎年、あなたのゲームライフはこんなのでしたみたいな感じで届くのよ。このゲームを何時間プレイして、このゲームが一番プレイされてます。あなたは累計何時間プレイしましたみたいなんで。龍が如くが一番プレイしてたわ。30時間ぐらいプレイしてたのかな、多分。そのぐらいプレイしてて、ちゃんと、プレステさんに言われてゾクッとしたよね。あ、俺こんなにやったの、このゲームって。いや、まあ面白かったから、体感的にもう20時間ぐらいの感覚しかないんだけど、このゲームね、まあ裏作業とかコンビ、まあまあそういうのなしで普通に20時間ぐらいの感覚で俺は300時間プレイしました。これが錬金術です。はい、俺がエジソンです。俺じゃないわ、龍が如くがエジソンですね。いや、まあでも面白かったね。うん、なんだろうね、この大人の世界っていうのにさ、いまいちこうどっぷり疲れないじゃん、やっぱ人間って。カタカナの大人の世界な。いや、俺は怖くてそういうのできないんだけど、それでもなんか大人って感じがしてよかったな。こう普段あんまさ、こう繁華街に遊びに行くような人でもないから、こういうなんかね、なんか自分がさ、まあ、たまには遊びに行くのよ、こう外にね。いや、もうそういう街の一人一人にもこうストーリーがあるんだなっていうのをなんか再認識させられましたね、このゲームには。それに普通におもろかったゲームが。なんか、ちゃんと金稼いだもんね。うん。ちゃんとなんか、10兆ぐらい稼いだでしょ、俺確か。ちゃんと10兆ぐらい稼いで、ちゃんとなんか、金で遊んでたもん。新鮮だったわ。うん、龍が如くもね、まあ、極みと極み2、3、4、5、6、7で8が発表されたのか。まあ、続くかな。でもやるしな、普通に極みとかも。ジャッジアイズとかもやりたいしね。キムタクが主人公のやつね。うん。まあ、これも後々続編もやりますよ。でも逆再もやるし、ドラクエも全部やるつもりではいるし。ね、ファイナルファンタジーもあれだったらやろうかなって思ってるし、もう全部続編するかもな。はい。ぐらいかな、長編でやったのは。はい。で、2023年の目標ですね。皆さん何ですか？朝早起きをする？ちゃんと朝ごはん食べる？ちゃんと何？出勤する？テスト勉強頑張る？受験頑張る？とかいろいろ皆さんあるかもしれませんね。はい。はい、毎日そこです。その中で一番しょぼいでしょ、多分。朝起きる。素晴らしい。朝起きるは素晴らしいね、そら。テスト勉強ちゃんとやる。素晴らしいね。もう成績がね。受験頑張る。素晴らしいね、それも。うん、年収100万上げる。素晴らしいね、それも。自由に使えることもできてね。でもその分仕事も頑張ろうね。毎日投稿一番しょぼいだろ、この中で。
誰がどう頑張っても多分できるぞ、俺の動画投稿スタイルだと俺の動画投稿スタイルだとな、多分できると思うぞ。うん、いやまあでもね、まあこれやっぱ結構なんか継続は力なりは俺信じてるのよ。ことわざとかあんま信じないタイプの人なんだけど、継続は力なりを信じてるんでね、まあ、これだけは頑張っていこうかななんて思ってます。はい、まあということでなんか皆さんもよろしくお願いしますね。あと頑張ります、あと頑張りますまあ俺の動画投稿のさスタイルというか、まあみんなにこう見てほしいっていうのがあって、例えばさ、まあ、仕事でこうオフィスでデスク使ってやってますとか、在宅ワークでデスク使ってやってますとかいう画面端とかで見ててほしいし、なんだろうね、こうめちゃくちゃさ画面グイグイグイって寄って見るっていうよりかは、なんかここら辺になんかこうこんな感じで置いてで、ね、なんかパソコンカタカタカタとかさ、勉強カチカチキとか皿洗いとかさ、洗濯物干すとかの音もで聞いてほしいかなっていうのをちょっと目標にしてね、あの効果音がうるさくないとかゆるい感じの動画上げてるんすよ。まあなんかそこが刺さる人らに見てほしいなーなんて思ってますね。はい、ぐらいかな。うん、はい、ということで2023年もよろしくお願いします。はい、以上です。ありがとうございました。星屑様いつでも